室蘭のガソリンスタンドでガソリンが地下に漏洩し、水道水からベンゼンが検出された問題で、スタンドの運営会社が漏洩の確認作業を怠った上、嘘の記録を作成していたことが分かりました。去年、室蘭市高砂町のガソリンスタンドからガソリンが土壌に漏れ出し、水道水から国の基準を超える発がん性物質ベンゼンが検出されました。この問題でガソリンスタンドを運営していた北海道エネルギーが、おととし11月から去年7月までの間、週に1回義務付けられていた漏洩の確認作業を怠った上、検査済みとする嘘の記録を作成していたことが分かりました。漏洩が発覚した去年7月に、室蘭市消防局はこのガソリンスタンドに使用停止命令を出していましたが、9月になって北海道エネルギーから点検の一部をしていなかったと報告があったということです。確認を怠った理由について、ガソリンスタンドの保安監督者は、他の業務にかまけてしまいやっていなかったと話しているということです。北海道エネルギーは今回の事案を非常に重く受け止めている、今後再発防止に努めていきたいとコメントする一方、嘘の記録については、記録表の作成の仕方を理解していなかったと説明しています。